皆さん、こんにちは。2001年に突然、自殺という選択をした落語家、四代目桂三木助さん。その原因は、ある方のいじめだったとして歌手の安羽さんがブログで告発し話題になっていました。自死に至る前まで気功が目立っていた先代の桂三木助さんですが、いじめは事実だったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。落語家、林家正蔵さんと林家三平さんの姉で歌手の安羽さんが、2017年4月24日にオフィシャルブログで元夫、春風亭小朝さんを告発しました。その内容は、自殺した人気落語家、桂三木助さんは春風亭小朝さんにいじめられて自死に追い込まれたというものも含まれています。2008年9月に、元夫で落語家の春風亭小朝さんをオフィシャルブログで、金髪豚野郎と罵ったことで話題になった歌手の安羽さんが、過激な発言をして当時注目を集めていました。安羽さんは同年4月24日のブログで、告発というタイトルで2001年1月3日に自殺した桂三木助さんについて言及しています。その内容は、元夫の春風亭小朝さんから20年にわたって安羽さん自身が虐待を受けていたこと、そして桂三木助さんの自殺は春風亭小朝さんのいじめによるものだったこと、まさに当時春風亭小朝さんに宣戦布告をするような過激な内容にネット上がざわついていました。そもそも四代目桂三木助さんはどんな人物なのでしょうか。落語界のシティボーイと呼ばれた桂三木助さん、四代目桂三木助さんこと小林盛雄さんは御曹司であり、一流大学出身であり、モテっぷりを隠さずむしろ強調したキャラクターから落語界のシティボーイと呼ばれていました。桂三木助さんの父は三代目となりますが、四代目桂三木助さんが3歳の頃に他界しました。桂三木助さんは大学在学中に落語家になることを決意し、人間国宝の五代目柳家子さんに弟子入りします。落語家の弟子は師匠宅で労働をすることが義務であり通例となっているようですが、桂三木助はそれらを全くせずに放蕩ぶりを発揮していたようです。昭和芸能、くしくもそれが後の奔放なキャラクターとして成功につながったようですが、辛い修行体験のない軽い桂三木助さんに対して落語業界ではそれを快く思わなかった人も多く、初期は客からの評価も高くなかったといいます。ちなみにこの頃は桂三木助を襲名する前なので、柳家子さんの前座で、前座名は柳家子太郎となります。桂三木助さんは苦しい下積み時代を経なかったことから、メンタル面が鍛えられなかったようで、それも自殺に追い込まれた理由の一つになるようです。落語家としての才能に恵まれていた桂三木助さんは、前述の通り落語界のシティボーイとして人気を博し、春風亭小朝と並んで次世代のホープと目されました。この頃に2つ目に昇進し、前座名を柳家子金に改名しました。さらに俳優やテレビリポーターなどタレントとしても活動していた桂三木助さんですが、NHK 新人落語コンクールで優秀賞を取った翌年、1985年に4代目桂三木助を襲名しました。しかし華々しい活躍の裏では、桂三木助の名前のプレッシャーに苦しみ、荒れた生活を送っていたようです。桂三木助を襲名し、過度のプレッシャーから精神的に弱かった桂三木助さんは毎晩のようにビールを3リットル飲み、睡眠薬がないと眠れない日々が続いたようです。その結果、重度の胃潰瘍にかかり、胃の4分の3を摘出する手術を受けました。以降お酒が飲めなくなったことも余計精神を蝕む結果となったようです。プレッシャーと戦いながらも、新人落語家の発掘や中堅落語家のスキルアップで多くの寄席や落語イベントへの出席など、春風亭小朝さん、林家こぶ平さん、春風亭昇太さんだと奔走する日々が続きました。しかし1996年から桂三木助さんの歯車は狂い出し、気功が目立つようになってきます。暴漢に襲われて怪我をし公演中止になった事件が起きた後あたりから、桂三木助さんはたびたび寄席に遅刻したり無断で欠席したりするようになりました。
身だしなみにも頓着がなくなり、ボロボロに見える風貌を嫌った客が、桂幹助だけは見ないと敬遠する人も少なくなかったようです。気候が多くなり精神的に限界を迎えつつあった桂幹助さんは、周囲の人に30代で死ぬかもしれない、死ねばかつて一緒に遊び回っていた病死した、自殺した、変死した仲間に会えると漏らしていたようです。愚痴を漏らした相手の中には春風亭小朝さんも含まれていたという。桂幹助さんは仕事へのプレッシャーとは別に、プライベートで長年付き合いのあった友人との金銭トラブルや、胃の摘出で如実に変化した体調の悪さも精神的に追い込まれる要因になっていました。そして2001年1月2日、5代目柳屋子さんの誕生パーティーを欠席した桂幹助さんは、自宅のベランダで首をつって自殺してしまいます。第一発見者は桂幹助さんの母で、桂幹助のマネージャーをしていた姉が5代目子さんの誕生パーティーに来ていないことを不審に思い、母に様子を見に行ってもらったことから発見されました。昭和芸能。桂幹助の遺書が発見され、次のように書かれていたようです。自分でも整理がつかないと同時に私の力のなさを痛感する。桂幹助さんと仲が良かった林家こぶ平さんら落語家により、幹助を送る会、さよならミッキーが催されましたが、この時、春風亭小朝さんも桂幹助さんの突然の死について悲しみを募らせていたようです。しかし、桂幹助さんの自死から16年余りが経過し、これまで沈黙していた安波さんが冒頭のようにブログで元夫の春風亭小朝さんを名指しで、桂幹助は春風亭小朝のいじめで自殺したと告発しました。なぜこのタイミングで安波は告発ようと思ったのでしょうか。そこには安波さんの長年にわたる春風亭小朝家さんらの虐待に耐えた日々と決別をする意思が隠れていたようです。安波さんは20年にわたり元夫春風亭小朝さんから虐待を受けていたと主張しています。安波さんは泥沼協議の末に春風亭小朝さんと離婚が成立しましたが、安波さんの告発が本当なら春風亭小朝さんはかなり質の悪い DV 夫だったということになります。これに対して春風亭小朝さんはインタビューに答えていたようで、それによると桂幹助さんはまだ柳屋子金を名乗っていた頃に自身の死期を察していたのか、春風亭小朝さんに葬儀委員長をお願いしていたようです。安波さんの言い分では、春風亭小朝さんのいじめによって桂幹助さんは精神的に苦しみ自殺してしまったということですが、春風亭小朝さんの話では桂幹助さんに葬儀委員長をお願いされていたという。桂幹助さんが自身の葬儀の取り仕切りをお願いするというのは想像を超える苦しみを抱えていたと思いますが、春風亭小朝さんを兄さんと呼んで慕っていた様子がうかがえます。これはシャレじゃないと感じて、なんでそんなこと言ってんのって聞いたんです。すると、兄さん、僕ね、長くは生きられないと思うので、今のうちにお願いしときたいんですよ。こんな話をされること自体がショックだったから、分かったよって話を終わりにしたんです。もちろん二人ともシラフでしたと語っています。ところで2017年8月、落語協会所属の落語家桂幹助、柳亭小道、古今亭慎吾が24日東京都内で行われた真打ち昇進披露会に出席しました。祖父叔父の名乗った名跡幹助を襲名する5代目は嬉しい反面、いいのかなという不安も、落語家になって一番悩みましたと述べています。叔父の4代目が2001年に43歳で自殺していますが、あの事件で自分の新しい道の決心をすることになったと改めて精進を誓っていました。いかがだったでしょうか。今回は桂幹助さんについて深掘りしてきました。2017年4月24日に突然自身のオフィシャルブログで元夫春風亭小朝さんの暴虐を告発した安波さん、本当に4代目桂幹助さんの自殺の直接的な原因が春風亭小朝さんだったのならひどい話ですが、落語業界では知られた事実だというので、ことが大きくなることは考えにくいでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして
この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。